ちゃんどこ行ったのかな。おっ、びっくりした。こんばんは。こんばんは。あっちゃん、ということで今回は久々に、開封動画を作ってみます。開封したい、ね、チャンネルさん。ということで、じゃあまずは、今回買ったのはじゃあ何ですか。これマインクラフトです、ね、マインクラフトです。こっちはイオンさん、イオンで買って、こっちはピタで買いました。はい、まあそれはどうでもいいけど。いや、どうでもよくないよ、はい。まあ、とりあえず、まあ皆さんもよければ買ってみてください。ということで、じゃあどっちか、まあ、中身は、後から貼っておきます。あの右下くらいにね。なので、こっちから行きます。確認お願いします。では、じゃあまずちょっと開けていきます。ちょっと開けていってください。すごい豪快豪快じゃねえよ、ちょっといいね。これ何、クリーパー、クリーパーパンダも入れた、パンダ。これが最初の表で、右とスケルト。スケルト。こいつ誰？キツネだね。キツネ。キツネ。クリーパー。クリーパー。パンダ。スケルト。という感じかな。じゃあ開けてみるよ。じゃあ。じゃあ。こちらハサミになります。どうぞ。じゃあ中を、中は何が入っているのか。わー、ちぃ、おー、すごい、かわいい。まず一つ目はこれですね、クリーパーの筆箱、ポーチですね。へえー、すごい。ちょっとこれ開けてみて。オッケー、開封。さあ、中は何が入っているのか。まあ、さあ、じゃあ開けてみましょう。おー、それが入ってる。食べちゃう。さあ、最高になってます。なんかシンプルです。中はこんな感じらしいです。こうやって黒色になってる。で、後ろはこれ、かわいいね。後ろは TNT だ。おーちゃん使えるんじゃない。そうじゃん、おーちゃん使えるよ。2個目出てる。え、お、これは、あ、これこういうのがありますよって紹介だ。はい、1個でー。おー、なんだこれ。じゃあ開封していきます。これはこれはなんだ。あ、かわいい、小物入れだよ。おお、すごい。表面はこんな感じです。裏面はマインクラフト。おお、ナフキンみたいな感じですね。はい。いいね、いいね。ピューってナフキンですね。はい、これは。学校とかでもね、使えるね。これね。よし。はい。ナフキン入れるのもいいんじゃない。ね、めっちゃ。はい、次これですね。お、なにこれ、なにこれ。え、可愛い。なにこれ。これシールみたいな感じになってて、壁にペタッと貼ったりする、ね。シール。シールっぽいですね。めえー、すごい。あとまだあるよ、あと2枚。これは来た来た。お、本日のお宝みたいな感じで。お宝じゃないわ、枕じゃない。これ枕カバーです。じゃあこの、あ、枕カバーなんだ。この鳥さんをちょっと入れてみたいと思います。はい、はい、これ入れるもんね。はい、よいしょ、ボボン。入る、これ。あ、入らないね、ニワトリさん。いや、入ると思うよ。これあ、入るかな。入りませんね。これは枕に使ってくださいね。ほら、こういう感じで、ここで裏を持ってあるんです。お、裏はこれね、はい、こういう感じで洞窟みたいな感じになっていますね。で、表がクリーパーですね。お、クリーパー。おー、バーン。さあ、ということで、じゃあまだあるかな。じゃあ見ていきましょう。はい、じゃあ次のやつはどうぞ。てってれー、なんだこれ。ちょっと開け、これもお宝ですね、本日の。お宝なんだろう、これは。入ってるのか。おお、なにこれ。あ、これだ、身長の測るやつだ。おお、すごい。じゃあ、おいちゃんでちょっと身長測ってじゃあ、測っていきます。はい、じゃあ、測って、誰か。え、170もある。ちょっと待って、一番下じゃないの。これが60だから、ここぐらいだった。はい、こんな感じで、上からまあ吊るすという感じになってるのかな。おお、すごい。絵柄を見ていきましょう。はい、こんな感じ。これで最初はね、このスティーブ、スティーブで、ちょっとずつクリーパー、エンダーマン、ゾンビ、誰やっていう感じですね。もうすごい、すごい、すごい、めっちゃいい。今まとめてみましょう。じゃあ一回まとめようか。じゃあ一回まとめます。はい、まとめです。はい、ということで、当たったというか、中にはこんな感じで入ってみました。おちゃん、一つ目はこの箱ですね。箱、最初の箱ですね。これは普通ですよ。はいはいはい。これね、意外と数量限定なんで、すぐ買わなきゃなくなっちゃいますから。
で次これ。これですね。ポーチです。ポーチ。おー、中がこうなってますね。普通の筆箱みたいな、そういう感じです。はい、次はこれ。次。これ。巾着？小物入れです。はい、小物入れ。おお、すごい。これナプキンにも使えますよ。ね、すごいよね、これ。これ中は白。あ、白。おお、すごい。次はこれですね。これ、これ、これ。あ、こっち。おお。これは、これ、こう剥がせれるようになってるんで、これ。おお、シール。なって貼ってありますね。で、次これ説明しよう。これ。で、その次がこれ。これは、枕カバーですね。はい、枕カバーになってます。こっちから、裏表とか枕の時に使えます。はい。で、裏表で柄がね、違うんだよね。おも、裏が、これ、洞窟で、表が、クリーパーちゃんね。そうだね、すごくないこれ。で、ラストこれ。ボスね、ラストこれですね。身長メモリーっていうやつだね。はい、身長計。おお。ということで、この箱の中にはまさかこんなにたくさんのものが入ってると思わなかったよね、おちゃん。はい。すごい。ということで、じゃあ箱の中身はこんな感じでした。はい。じゃあ次はどれですか、おちゃん。あれ？これです。土。土。これ開けていきたいと思います。これ、ね。では次はこの袋をね開けていきたいと思う。おちゃん寝てる。スエスエグッズだよこれ。ということでじゃあ。開封していきましょう。オープン。わー、うれー。これちょっとね、でかいから。あれ？じゃあこれ、すやすや3点セットでいきます。はい、袋はこんな感じです。袋でもね、結構使えそうな感じだよね、おちゃん。そうだよ、はい、こうやって。あと、いつも通り説明書です。はい、説明書。これはまあ、さっきと同様かな。になります。じゃあ、すやすや3点セットいきます。はい、開けてください。開封していきましょうか。じゃあ、ハサミです。どうぞ。はあ、何が出るかな？何が出るかな？お、いやもう出てるから。来た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 。開いた開いた開いた。ここにもある。で今度後ろにして。あ、ここにもある。これなんだろう、これ。この硬そうなの。はい、クリーパーです。おお、クリーパー。おお、いいね。シュシュシュ。ダーン。おお、すごい。めっちゃ可愛いやつです。ここに飾っておきましょう。はい、これクリーパー出ました。やったー。やったー。ありがとうございます。じゃあ次。はい、じゃあこれいこう。枕。お、枕。おー、これちゃんとキャッチンしなきゃ危ない。枕ですね。次はこれ。おー、なんだこれ。ん、なんか入ってる。なんですか、おーちゃん、これ。知りません。知りません。そうです、毛布です。おー、毛布だ。おー、すごい。冬とかにはちょうどいいですね、こういうのね。すごい。これがスヤスヤ3点セットです。あ、スヤスヤだからあれだったんだ。クリッパーちょうだい。スヤスヤなんだ。クリッパー、これでクリッパーと一緒に、これね、クリッパーと一緒に、まあ寝るといった感じでしょうか。はい、スヤスヤ。クリッパーも一緒に寝ようね。これでスヤスヤ3点セットは。いやー、すごい。へー、こんな感じで寝れるらしいですね。うおー、すごい。これ本当のマイクラだったらいいだろ。ということで、あれちょっと待って、袋の中身を一個ない、一個ない、あったあった、これがあるのよ、まだこれ、あ、これ、お、まだあったらしい。これもあるんですよ、キーホルダーみたいなやつです。キーホルダーが、キーホルダーあったらしいです。うぃ、すごい。スティーブですね、ちょっと開けてみましょう。スティーブ、おー、スティーブです。おー、こんな感じ。光ってる、光ってはないけど、光ってる。スティーブ、おー、これね、すごかわいい、ね、マインクラめっちゃかわいい、これマインクラフトとも書いてある。そうだね。じゃあさっきの筆箱ちょっと使ってみますか。はい。どうやって？このここですね。チェーンのところ。そうだ。あとでまあ取ればいいけど。よいしょ。まあこんな感じでこれをまあここにつけることができます。これ。うん、おお、すごい。かわいい。ということでじゃあ袋の中身見ていきましょう。で、おんちゃん中身はこんな感じにですね。はい。ドドーンと出てきます。キーホルダーですね。はい。まずキーホルダーがあるっぽいです。このちっちゃいやつね。に枕。枕、すごい。そや千約。枕で寝ることができます。まあ、こういうね、毛布とかをね、お昼寝とかで使えるんじゃないかなということで、すごくまあ現実的というか現実味のあるまあ商品ということで、おお、すごい。なかなか。でこれですね。これはぬいぐるみです。これかわいい。まあ、こうやって遊ぶことができるということで、おお、すごい。箱ですね。でこれ袋。まあ最初から入ってたやつ。この中に全部。入ってました。ということで今回はね、こっちの箱と袋の方を開封してみました。どっちが皆さん良かったでしょうか。良かったなと思ったら
チャンネル登録と高評価、皆さんやか楽しいよろしくお願いします。ということで今回はちょっと待って、これさ、はい、この中に、おお、そういうことか、その枕を、あ、そういうことね、そうやってできるんだ、ふぃ、すごいまあそういうということで、2つ買うとまあこういうこともできるということで、皆さんもよければ買ってみてください、はい、ということで、あちゃん、バイバイ、バイバイ、バイバイ。何の音？